それでは読み上げを始めますね。モモアンさん、皆様こんにちは、お久しぶりです。退院してきてから、親戚宅で過ごしています。そうなんですか。これ生活にちょっとまだ、あれが不具合があるということですかね。歩くの大変ですか。ツナは親戚の方たちに大人気で可愛がられすぎてちょっと太ってきています。よかったね。自分以外の人に懐かないとかじゃなくてよかったですね。みんなのアイドルになってね。はい。手術後もう1ヶ月ぐらい経ちましたか。そんなに経ってないと思う。あ、そう、うん、そうだっけね。早くリハビリがね進んで、普段通りの生活になるといいと思いますので祈っております。風太郎さん、パパさん、ママさん、皆様、ジャン君、ポンちゃん、アスタマニャーニャー、はい、お仕事ですね、はい、行ってらっしゃい。さあジャン君、やっとくっついてもらいましたね。はい、ジャン君、午前中の間にですね、黒犬が病院など行っている間、布団の乾燥機がかかっていたようで、その乾燥機越しのぬくぬくの、布団の上でポンちゃんが寝ていました。ポンちゃんといえばですね、このところ布団との関わり合いが、なかなか難しいものがあってですね、大丈夫かなと思ったんですが、粗相はありませんでした。今日はね、前の時に、ちょっと完全に乾いたと思ったら、ちょっとしばらくすると中の方からのしっとりが出てきちゃってっていう風になったので、2回目だったから、今回は長、もっとすごく長くかければいいと思ってかけたんだよね。クロケンは引っ越しが何かこういい影響が出ていて、健康はだんだん取り戻しているというかですね、そもそもまあ運動不足とか肥満とかそういうところから来ているので、それがだんだん改善しているんですよね。さあ、じゃあソーダ水の BGM いきましょうか。ジャン君が青っぽくなっちゃった。ちょっと待ってね、近づけてみましょう。なんかすごい青っぽくなっちゃうよね、うん、多分ね、赤いこのハートが、あ、そうでもないか。なんかね、ここのベッドの下にいる時も、うん、なんか窓からの光がすごく差してると、うん、ものすごく青っぽく白っぽくなっちゃうよね。そうか、色の補正をするんだよね。
なんか落とした。ん？落としてない？大丈夫？音がしたんだけど。あれ？なんか落とした？落としてない？ガチャンって言ったよね。大丈夫か？あれ落としたの？落としてない？わかんない？答えてよ。あれ落とした？わかんない？大丈夫ね？まだね。パパとママ今出かけてね、コーラス行ってんのよ。なんか待ってなさいね、おとなしくね。なんか音がしたんだけどな。大丈夫か。また後でね。もう少しお留守番してんのよ。